スイス一部リーグ、ルガノ21グラスホッパー、第一節、20日、ルガノスイス一部リーグは20日、各地で2024から25年シーズンの開幕節が行われ、グラスホッパーの DF セコ歩む、24はアウェーのルガノ戦にボランチとしてフル出場した。チームは12で逆転負けした。前半25分に PK で先制したが、 後半16分に CK から同点に追いつかれると、試合終了間際に一瞬の隙をつかれて勝ち越し点を許した。セコは J1 セレッソ大阪時代の2020年に J リーグのベストヤングプレイヤー賞と YBC ルバンカップのニューヒーロー賞を受賞。21年に東京五輪に出場し、22年1月にグラスホッパーに完全移籍した。 昨季はリーグ戦36試合に出場し、1ゴールをマーク。今季が4シーズン目となる。今季が移籍2シーズン目となる DF 常本圭吾25の所属するセルベットは21日の開幕戦でルテルンと対戦する。